何か妙だ。どうした？テロリストの末端組織にしては装備が良すぎる。戦闘訓練も受けている動きだ。罠か？わからん。何にしても用心した方がいいだろう。チッ、不吉だぜ。デスサインか。奴と組んだチームは全滅するって噂じゃねえか。あいつ一人を残してな。ついたあだ名がデスサイン。元はナウテの戦闘員だったっていうが、大方命惜しさに味方を見捨てて逃げたんだ。死んでいった連中が浮かばれねえぜ。止まれ！敵か？いや、隠し扉だ。電子ロックだ。貧乏テロ屋にしちゃいい設備だ。トイボックス、こちらアルファ1。電子ロックで保護された扉を発見した。目標はこの中だと思われる。どうする？アナトスに支援を要請。しばらく待機。ヒュー、さすがタナトスさんだぜ。踏み込むぞ、援護しろ。了解。なんだこりゃ。どうした？何があった？何ってこりゃ、女の子だぜ。えらいべっぴんさんだ。おい、お前は左と右どっちがタイプだ？少女が2名、培養層のような筒状の装置に入って眠っている。指示を請う。映像本部へ送る。警戒室待機。やばいぜこいつは。なんかわからんが、とにかくやばい。作戦を中止して早いとこずらかろう。本部からの指示はまだか？落ち着け。敵が潜んでないか周囲を警戒しろ。死神野郎の顔を見た時から嫌な予感がしてたんだ。今度は僕の番。待て。先生、どうかしたんですか？わからないが、何かトラブルのようだ。二人とも、ペッツのリンクを急ぐぞ。トイボックス距離確認。緊急事態発生。ヘリの接近を確認。武装ヘリだ。何今のは。先生。トイボックス、応答しろ。トイボックス。こちらアルファ版、同社トイボックス、応答しろ。おい、ちくしょう、どうなってやがる。しょぼい麻薬密造工場を叩く楽なミッションじゃなかったのか。おそらく武装ヘリの襲撃を受けたんだろう。冗談じゃねえぞ。すぐに撤退しよう。釣れないな。せっかく来たんだし、あたしと遊んでってよ。ああ、おっと、仲間殺されてすぐ反撃できるんだ。なかなか訓練されてるね。何者だ？人ん家に勝手に上がり込んどいて何者だはないでしょう。まあいいけどさ、どうせ殺すし。でもその前にちょっと遊んじゃおうか。ペッツのリンクを確認。ちゅって、どこ行くの師匠。もう用は済んだ。女の子に恥かかせるなんてひどいよ。ブラ、はい。目を
閉じるな。そうだった。キスされるのかと。はい、こちらもリンク完了。やればできるじゃないですか。ふふ、ドキドキする。とはいえシンクロ率たったの 5%。 ザコセ。状況はどうなってる。この化け物め。どうした、アルファワン。落としろ、アルファワン。状況が最悪だってことはよく分かった。生きて帰ることができる確率が 5% 上がったと思えば上出来だ。ありがとな、ガネッサ。帰ったらキスしてやるよ。どういたしまして。キスできませんか。ずるい。師匠、僕も。ああ、全員でキスしよう。やった。絶望の中で生きる希望を見出すことは有益だが、昨今否定されがちな根性論だけれど、極限状態においてはバカにできないもの。誰だ。この声は。あら、私のこと忘れてしまったの。寂しいわね。タナトスさんか。思い出してくれた。あなたにとってはもう過去の女ってわけね。タナトスさん、誰それ。過去の女。心強い味方だ。それはもうデッツとは比較にならないくらいのな。超えていますよ。後で覚えてやがれですよ。おしゃべりはおしまいに。今すぐそこを離れて。ガンシップはすでにあなたたちを見つけているわ。どこへ行けばいい。把握している敵の位置情報を端末に送るわ。ありがたい。師匠、ケリがこっち向いて止まってる。撃ってくるぞ、走れ。工場内へ逃げ込むぞ。中で吸収班と合流する。先生、私のライフルが。置いていけ。さあ走れ。了解です。かしこま。通信は何だったんだ。
中痛くなってきた。タナトスさん、建物内に敵は？生き残ってる監視カメラをハッキングしたわ。見える範囲に敵は見当たらない。ただし味方も見当たらないわね。通信もあなたたち以外途絶したままよ。この建物は何なんだ？麻薬密造工場じゃなかったのか？偽情報をつかまされたようね。認めたくはないけれど。タナトスさんが見落とすほどの場所ってわけか。そういう時のテッツです。さあデッドストックども、テッツの有用性を示しなさい。犬ならその後でどうぞ。黙っていろ、ヤブ医者。新たなペッツが反応しています。誰かとリンクしようとしてます。しかし相手は未登録な個体ですね。保証でしょうか。いや、そんなはずは。私のペッツは完璧なはず。この子だ。反応は彼女から来ている。彼女？他にも誰かいるのですか？ああ。そんなはずはありません。ペッツは実験段階の極秘技術ですよ。あなたたち以外で装備しているのは本物のモルモットくらいです。でも実際にいるんだ、目の前に。心拍数急上昇。あらた、あなたまるで初恋に目覚めた女子中学生みたいですよ。少し黙っててくれないか。この化け物め。待て、撃つな。どけ、デッサイ。そいつらは化け物だ。大丈夫だ、貫通はしてない。肋骨がいったな。あなたは誰ですか？俺は正木新太、美浜学園高等部 D 組でハンドラーをしている。君は？エルです。それ以上の素性を明かす権限を与えられていません。そうか。はい。
おじさんたち誰？ねえってば。もしもし。って、もう死んでるっての。あらら、誰よあんた。何人の姉に抱きついてくれちゃってんの？そのまま押し倒す気？いざ持ってやれ！じゃあ気を取り直してバッキュン。やめなさい、アール。なーに、エル、あたしとやろうっての？私はあなたを止めたい、姉として。なんでいっつも上から目線かな。クロノスに適合できない出来損ないの不良品が。ああ決めた。今ここでスクラップにしてあげる。死体持って帰ってこいつらにやられたって言えばいいでしょ。ちょうど銃もこいつらのだし。出来損ないのグズ。こないだだってあんたがドジってなきゃこんなとこで寝てなくて済んだのに。そしたら今頃あっちの作戦でバシバシ殺せて楽しかったろうな。まあでもよくわかったわ。不良品はいくら修理しても不良品、粗大ゴミに出すのが手っ取り早いってわけ。あなたがそれで満足するなら私を殺しなさい。そうやってマウント取りに来やがって。いちいちイラつくなよ、失敗作のくせに。二人は先に脱出しろ。多分建物内に敵はいない。師匠、俺は残ってエルを援護する。フラン、銃を借りるぞ。あいつらどちらも敵では。ああ、でもエロはセリカを助けてくれた。なら僕たちも戦います。今の俺じゃ二人を守りきれない。足手まといってことですか。でもこういう時のためにいっぱい訓練もしましたし、ベッツだってあるし。頼むよ、もう仲間が死ぬところを見たくはないんだ。師匠、先生。外には武装ヘリが鳴り構えているわよ。フラン、
外に出たらライフルを回収し狙撃の準備をしろ。ポイントはタノトスさん、サポートするわ。ありがとう。